それが男の夢。それはもしかして、行列のできる法律相談所の丸山先生のオリジナルソング。丸山弁護士。今は政治家。ありがとう、インポスター来ちゃう。どんどん藤宮さんが僕のこと殺そうとしました今。あら、バレました？殺意がしたな。もう謝ったよ。あと1秒。なんでなんでよ。まあ気持ちはわかる。仲良くボタンを押して押すのを忘れてたら。ご祝儀ね。ご祝儀。友達増えてよかったねって。キッチンサファリパーク。いるかいかいかドゥ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 いかいかいるかはっドゥ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 ナイボウ。ナイスボタン。そらそうか。あのインポスターで押しました。あ、じゃあ投票して、え、なるほど。ちょっといけること意味は分かんない。インポスターで押した。すみません。お疲れ様です。本当にごめんなさい。ジジです。ちょっとなんかこういうこと言ってみたくなった。そろそろなんか。あ、じゃあスライド前にあった一郎誰か教えてもらって。刺激が欲しいなと思って。遺言は。遺言。やめて。え。なんで投票か？危ないことしないで。違うよ。夏服入れてるもん。気持ちは分かる。入れたい気持ちは分かる。好きなんだから。ぐちゅ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 ぼちゅぼちゅぼちゅぼ。それが男の夢。それはもしかして行列のできる法律相談所の丸山先生のオリジナルソング。丸山弁護士。今は政治家。あらこれ多分スキルクール開けてすぐぐらいですよね。多分時間も経ってない。もうシャワーしていました。で貨物アーカイブシャワーって言って、東屋さんがシャワーの左上やってるのを見て、メインの右上のタスクやって、メインの左の扉に着いたぐらい。シャワーどんぐらいかかるっけな。13秒ぐらいかかるんだっけ。シャワーそんなかが、ああ、もう、まあ、10秒だとして、15秒前ぐらい。15秒前ぐらい。NG テラゾー、だっけ？サントス。サントス、藤宮さん？はい。うん。あ、藤宮さんもいました？僕いましたよ。テラゾーさんが見てます。あ、エレイさんはいたよ。あ、ピカさんは？了解です。ピカさんもいた。私もいた。サントスさんがバーガータスクをやってるところを抜けていって、開けた瞬間いっぱいごちゃって武器庫にいたような感じだった。もう一回ね、忘れてください。エレジーテラゾーサントスフジミヤでピカさん、ごめん俺覚えてない、ごめんなさい。ピカさんフジミヤが見ています。あ、じゃあいいか。ピカさんがサントスさんを見ている。はい、うん、僕最終電気室なんだけど、俺らかな。俺とセンターかな。ピタさんの近くないですか、電気室。電気室でメインホールに行ったんだっけ。トヤさんシャワーですね。シャワーだから全然やりに行ける場所ではある。メインアーカイブ昇降機ラウンジあたりかな、推定場所は。エロちゃんはどこですか、最終。これシャワーの中だね、まだタオル捨ててる。あ、いたんだ。怪しいや。
ある、うん、俺いて、うん、センター見てなかった。連れ違ったよね。あれ、夏目先生はプデさんと一緒に、プデさんが、シャワーぶった時に行って、俺がその間タオル集めてて、でタオル捨ててる時に、捨てようと思った時にセンターが来て、でその時東屋さんもタオル捨ててたね。あ、そうだっけ。そうなんだよね。捨てる最中なんだよね、俺今。超直近じゃあ、じゃあエロちゃん視点で僕はないんじゃないの？どう？ないと思う。ごめん、タオル捨ててるから誰が通り過ぎたかもわからないんだけど。今何秒ぐらい？それならエロちゃんとセンターさん。30秒台。うん。まあ怪しいよね。でもいいのかなと思いますが、ね。全然それ俺は全然大丈夫。ピカさんって弁当から来る時間ってなさそうですか、サントスさん目線で。殺して弁当から。ピカさん？あ、だからその最後の最後だからその。まあ、無理じゃん。ローラーでいいんだよ。エロちゃん視点僕向いている。うん。多分無理だと思うけど。え、そうなの？あ、またかもしれない。ちょっとバカチーン。つか。最近脳性貨物をしよう。白ボタン押し行こう。ありがとうございます。最後ハテナなんですけど、エロちゃんからセンターさんに白を置いたら、そうだね、誰になるんですか？てかエロちゃんがいたんだったらエロちゃんの方が多分大家さんの最初目撃なんじゃないかな。あ、そう、情報なのでエロちゃんに入れました、うんうん、でこれピンズリを置いててエロちゃん死んでセンターさんとプテハスさん指定したらエロちゃんさんしか存在しなくなっちゃうんだけど、そうですね、そうだよね、うん、エロちゃんが先端プテハスで白言ってる意味がよく分かんなくて、うん、C って言うなら夏目先生の模型証券をもう一回確認するぐらい、ボタンじゃないですか、ボタンだから、待って待って、直近キルだからミーティングでボタンないです、うん、ってシャワーするんですよ。あ、そうか、はい、ごめんってなってくると、エロちゃんの発言を考えるとその3人の中にローがいたパターンだったらそういう発言になるのかなって思います、うん、あ、じゃあもうこれほぼエロちゃんで落ちてて、あの言い訳がつかなくなったからなんかそういう形になっちゃったパターンじゃない、うん、エロちゃんセンター、エロちゃんプテハスどっちかなんじゃないの、うん、2色置いて、うん、その中に2色置いてエロちゃんが釣られに行っただけなのかなっていうふうに思っちゃいますね。え、じゃあ引き潰す？そうわけでもないよ、ね、いや、しなくても、わざわざしなくていいと思う。ごめん、それだったら両方に白置かないと思いますよ、うん、あ、そうだよね、はい、普通に考えたらその相方を白置いてクルーメット対抗1にするでしょ。あ、すみません、あの僕ちょっとよく分かったんですけど、あの、武器庫に寺蔵さんとサントスさんと藤宮さんも一応いるの見たんですけど、サントスさんはキッチンですね。あ、キッチンか、うん、でも、ね、その食前にぶっこいったら見てるから僕から否定できて、いや、ピカさんがあの最後の最後にいたって、ピカさんは藤宮が見てます。あ、ずっと見てますか。いや、私のバーガータスクをやってる目撃情報の時がキルクールが開ける前の時系列なので、だから大丈夫っていう。じゃあその3人絶対一応いるっていいですか。いいですか、はい、さっきの自分が言ったことを信じてくれるんだったら、もうエロちゃんを釣って、まあ最悪2人って2人残ってるって考えてもらっていいけど、うん、まあ大体1人残ってます、うん、もうこれ以上相方精査いらないです、うん、大丈夫です、うんうん、これ分かったわ、これ分かったで、いいと思う。あとはもう死体発生から考えようぜって感じ。プテハスさんとエロちゃんの二郎で、実は犯人がプテハスさんでエロちゃんはその情報を持ってたけど出すタイミングがなくて最終目撃だったけど、まあ、だったら先端対抗位置にする絶対。いや、それで言えなかったのが、その実際自分がやってたら太鼓1出せるけど、相方がやってたからそこまで、うん、まあ先端さんも先端さん気にするって勘弁して、来てるね、これは合ってると思うガッツって合ってると思う。これもう任せてください。これもうなって言うんで、これ終わった瞬間なって、楽しい子、うん、見ててください皆さん、視聴者の皆さん、僕のこの初手切るだけのね、この考察を見てください。おお、ナイスボタン。同僚ですか、スプデハスさん。あ、いえ、ナイスはい、ナイスーって言ってるよ。ナイスーはい、ナイスーは反応落としておかしくないですか。いや、今何ちょうど今ミュート解除してボタンナイスって投了ですかって、投了ですかっておかけ聞きました。あ、投了ですかって聞いたろ、うん、違うよっていや、自分インポスターなんですけど、ちょっとお二人がちょっとかわいそうだなって思って、
そういうのいらないです。じゃあ、じゃあ、嫁さん入れますわ。え、待って待って、やめてね。え、今の流れで僕釣られないでしょ、だって。意味を、え、どういうこと？釣りますよ。ああ、怖い怖い怖い。わかんないだから。僕あのテンション冗談が分かりづらいのよ、ここの竹の竹さん。怖えよ。あ、まあ、しくしょまいはちょっと。電気いくか。てか、容疑者じゃんか、僕。相方いちゃうのか。死ぬか。わざわざ死に行く、必要ないけど。絶対米様鳴らすでしょ。俺は知っている。茶色、緑、青。全然鳴らさないやん。サントスさんの死体エンジンか。夏目ピカクロさんはお互い無理って言えない？うん、言えると思う。で、若干夏目ピカクロス視点で先端さんめっちゃ怪しくない？なんか駆け込んできてたようには見えましたね。だよね。詳しく詳しく、僕は、いいですか、僕から喋って。はい、エンジンからコミュニケーションに行く途中に茶色、緑、青を見てます。うん、でコミュニケーション入ってタスク、コックピットでエンジン行き、直し行こうとしたら死体。なるほど。それはそう、私が、エンジンからメインホールに入るときにセンターさんとすれ違ってる。僕がやってたらわざわざ近づいてきたってことになりますかね。いや、ね、殺して、逃げようとするタイミングで自分ピカクロスが行ったっていう感じ。いいですか、いいすか、証言発言していいですか。はい、エンジンルームでサントスさんと僕って一回エンジンルーム上側の電線のタスクを重なってやったのね。僕は早く抜けたんだけど、そこで死んでましたか？真ん中、ベントの上。うん、あ、そこか。僕は今リアクターの上の左側直したの僕なんだけど、どうしよう。まあ割と疑われてる位置な気がする。え、いや、まあ夏目富士宮ピカクロスはできないで、夏目富士宮ピカクロスが無理、はい、で先端が怪しいって状況今。あ、富士宮さん視点で白出してほしい、ごめんなさい。あ、そうですね、夏目さんはほぼ無理で、寺蔵さんも最後エレクトリカルですれ違ってんで。あ、エレクトリカルから、ふてはしさんはエレクトリカルから左のリアクターに行ってるってことを、エレクトリカルで見たよ、ふてはしさん。エレクトリカルいなかったっけ？電気室？最初は言ったけど、その後に、その後にエンジンでサントスさんとタスクをやって、僕は上の昇降機だよ。全然反抗わかんない。ちょっと僕わかんなかったら知ってくれるね。いや、先端プテレジーさんが呼びしたでしょ、うん、まあ、僕右ですね、浮いてるんで全然大丈夫です。はい、ローラするならつっていただいても大丈夫です。タスクで出ると思います。5、6、3、1、7、4、5が2か。うわ、顔茶色、うん、大きずれっぽいね。夏目先生してるやつ。
ナイス。はい、うん、ちょっとさっきの状況が微妙だったのと、エロちゃんタンズリでできてるって思うんだったら、なんかロラして負け筋を作りたくないなって思っちゃってスキップ入れたかな。タスク量確認しようか。そしたら終わりました。終わってます。これ結構残ってます。結構あるんだよな俺。ごめん。俺アップロードとあとつまみ今あげたんだけど、どこだったか見てないかったんで、つまみとあとミーティングかな、多分タスクある。ラウンジからエレクトリカルまでプテハシさんにクソ追われたんだけど、こ気のせいですか。いや、追われたのは気のせいじゃなくて、気のせいじゃない気のせいじゃなくて、あのとりあえず誰かとついていこうと思って、うん、てかプテハシさん今コミサボ中何してたんですか。俺コミサボの前にあのコミサボ鳴ってる時か、バイタルの上に上がってって、その後ずーっといて、あとテラトさんをかけてたんですか。違う、コミサボが鳴って、電気室でコミサボが鳴ったんだけど、うん、でセンターもそこにいて、僕はちょっと逆側の方行こうかなと思って。なんで逆側の方行こうと。いや、別に直しに行こうとは思わなかったから。ああ、そうなんですね。そう。で、上の方に行って、でも誰かと一緒に行った方がいいかなと思って、寺戸さんがいたから、とりあえず後ついて行ってみようと思った。はい。めっちゃタスクします。うん、タスクから。ラスト。タスク頑張る感じで行きますか。ごめんなさい。タスク結構あります。タスクが終わったら、じゃあ誰かにちょっとストーキングしますね。他の人終わってるってことでいいですか。僕はさんとか、あのピタさん一応初日キルの容疑も一応かかってるので、ついていかない方が多分いいと思います。普通にドサギルされたら釣られると思います。怖いんで。そう、誰にもついていかない方がいいと思います、うん、ピタさん。かなり先端さんとかプテラタカシ怪しんでんだろうなっていうのは思うから、だったらもう一人で浮いてた方がいいと思います。じゃあタスク終わったら、まあなんか適当に遊んでます。サボタージュに向かうのが一番丸いんじゃないですか。ね、サボタージュに向かうが一番丸い。ごめんね。そうですね。目撃。いや大丈夫ですよ。僕はだって僕は黒じゃないもん。まあまあそれはそうです。任して。はい。わかりました。任せてください。入れてるのか、うん、ずっと。僕ずっと見てます。まあですよね。おい。センターさん。おいおい。白いと女気な。バレてくる。当たっててほしいから入れてるだけ。ここ読んだっけ。全然ちゃった、全然ちゃった。え、4どこ、右下か。6、5、アドミンの情報をリアクターなる、はい、なった時ぐらいすぐ見て、天文デッキは動かずに、キッチンからセキュリティに行った人って誰ですかね。私かな。多分。ああ、だったらほぼほぼピカクロスさんかなって思ってて、でもピカクロスさんさっき自作セルフか、うん、だったらってことになるけど、自作セルフ。私はキッチンで沸いた後に、キッチンの残りのタスクを終わらせて、セキュリティの方に向かってるって感じかな。だからレポートですかね、これ。レポート、レポート。藤宮さんをどこで見ました？見てるはずなんですよね、絶対。どこで死んでたの？どこで死んでたの？天文デッキで死んでます。天文デッキ。わからない。私が沸いた時には出てなかったと思うから、多分私がバーガータスクやってる間に沸いて、うんうん、その間に例えば、展望デッキの方でベントキルとかされたパターンなんじゃないかなぐらい、うん、30秒なのと、金庫室、展望デッキ、コックピットにはいなくて、アドミンの情報はセキュリティに位置ついてて、あとは全部メインホールとかアーカイブとか初号機とかに、その上らへんに、右らへんにいました。ってなってくると、そもそも私がサントスさんをどうやってキルしたのって話だよ。でその上で正確に先生と自殺セルフをしたメリットはって言ったところかな。
それ以外の人はデメリットね。うん。さあ、うん、セルフはまあ。まあ、メリットデメリット分かんないから、うん、まあどうだろう、アドミン情報は間違いなく合ってるってことでいいの、夏目先生目線。間違いなく合ってます、弁当ではないと思う。ねーってなってくると、多分私がバーガータスクやってる間に誰かが富士宮さんをキルして弁当で逃げて別の場所に出てきたってパターンだから、例えば昇降機とか、例えばメインホールとか、そっちの方に抜けてる人のパターンもあるんじゃないかなぐらい言えることとしては。あと俺タスク2個です。1個タスクで良さそうじゃないって思っちゃうな、タスクで。いいかな、ここで私落ちてなんかダブルキルとか取られたらまずいと思うから、1回スキップしてほしいかなって感じ。私の1点の容疑者が全然わからんから、これ6人だと危なくねえのこれ、大丈夫なの。いやもうそもそも1落ちてるでしょ、エロちゃんさんで。だいぶね、だいぶ、うん、ここはピカさん、サイクロ次プテハスさんぐらいでいきます。プテハスさんなってくれ、僕じゃないよ、プテハスさんなってくれ。なんで閉めるのよ、サボタージュしてなかった。もう一個あった、出していこう。サージュしてなかったからだいぶタスク吸っちゃってるね。これで終わり？こんなかった。にゃー、ブテラスになかった。ナイスファイト、ナイスファイト、ナイスファイト。クソリスやね、本当にすみません。ピカさん、ピカさん、ごめん。私です、私です。ああ、まあしょうがない、しょうがないっす。ここはしょうがないと思うんで。いや、私がサボタージュのやり方ミスったな。ジミヤさんキルで多分、コミュニケーションサボタージュが正解だったね。え、推理合ってました。もう自分が見たタイミングでもう。バッチバッチバッチ、完璧完璧、最強最強。2億点。やったー。切り替えた。で逆押してしまった。2億点です。めちゃくちゃなんか疑われたけど、おじからエレクトリカルまで追わないでよ。エロちゃんで落ちてるんだろうなって思ってたから、まあなんか良かったわ。いや、まあ、ないのか、道中のキラーはね良かったんだけどね。なかなかインポスターですって言ってなかった最初の会議の時。あえてね、ちょっと刺激欲しいかと思って。刺激を。怖え。